で捉えれば9番巨人に見えた8番が、だから9釣りたくないって言ったの可能性があるってことだっ朝たがん来だましね。た。初8日番のが変襲だなぁ撃と俺はも思っありたんまだよ、ずっせん。と。8番が変だと思ってたけど。8番、巨人じゃ3なくて番、人狼だったわけ発ね。言します。はい、占い使用します。1番さん、ランダム使用でした。自分が村にお願いしたいことは、霊能も普通にどんどん出てきてほしくて、で、騎士に関してなんですけど、騎士の場合は、自分がうまいと思ってる人は潜伏してください。それ以外の場合は、騎士は出てきてください。騎士、占いたくないんで。で、グレーどんどん、自分は騎士占って、なんかグレー詰めれないみたいよりも、騎士出てきて、グレーを詰めていきたい占い師です。はい、よろしくお願いします。あと、他の人が、自分村人ですとか、それ言ってる以外は、役付けとかなんかあったと思ってても、役付けとかなんかそういうのを言わない方がいいと思いますね。本当に透けちゃったりとかするんで。はい、以上です。9番さんが発言します。はい、お願いします。8番に気になったことは特にないです。真偽不明、盤面見てからっていう感じですね。8番占い師で出てきてるんですけど、8番も含め、占い師の人は、一つの発言が、結構重要、一つ一つの発言が重要になってくるから、思ってる、見えてることとか、思っていることを、素直に吐き出していいんだけど、あまりにも要素じゃないなっていうことは、自分の中で留めて、例えば占い師とかの選定の時に使ってください。っていうのも、例えば結構雑な感じで、例えば8番星占い師の時に、こういうふうに感じたんだけどって言ったのが、ほぼ主観でフィーリング精査だと、その人視点からの票ってもらえなくなるんですよ。そこが真と村のやり取りだと一番最悪なんで、占い精査重視するんで、その辺しっかり気をつけてやってください。以上。1番さんが発言します。はい、お願いします。8番さんに関して、端的に言うと、ちょっと思考の吐き出しと結論が違う人物だなと思ってますね。騎士を出てきてほしいと強く思っているときに、役ね、すかすのやめてほうがいいって、ちょっとよく分からなくて。だって騎士を占いたくないから騎士に頭下げて出てきてくださいって言ってる人物が、透ける行為が良くないっていうのが、相反するかなと思ってるかな。だから、9番が8番しか発言に触れる位置がいなく、9番の中で占い精査を重視していくという思考があるのに関わらず、直近の8番のその発言を聞いて、違和感を感じない9番ってかなりおかしいなと思ってる。8番って騎士を占いたくないから、騎士が潜伏の利もあるけど、でも俺は出てきてほしいと思考を感じてるときに、役を透かすことをやめた方がいいって、どの視点で言ってるんですかって感じ。はい。9も匹敵できないのがおかしい。2番さんが発言します。はい、おはようございます。はい、例のです。はい。別が何も怪しい要素なかったと思うんやけどな。8番さんに関して。9番さんに関しても普通に、そこで喋ってることを喋ったんじゃないのかなと思ってるから、怪しい要素ないけど。1番さんがなんかすごい、なんか、ごっついなんか気になってるんやけど、なんやろ、俺そこまで違和感ないのに、まあそれしかの違いなんだろうなっていう感じ。別に特に怪しい要素もないけどね、一番さ。何も思ってないけどね、俺。別に。なんでそのなんかおかしな要素をなんか探ろうとしてるんやろ。特に俺怪しいとも思ってないんやけど。あなたの発言です。はい。22番面、8に関しては22番面、31番面とかありますけど。
8の考えって全くもって無意味な場面ありますけど、21、平和だったらさすが、あ、平和はさすがにって考えですけど、21だったら任意だと思いますけど、はい。2231のことは考えてなかったのかなって、俺はそんな感じで考えてたね。1番は、だから、フルオープンしたい人が透けないようにって何言ってんだろうって思ったんじゃない？本当に。まあ、囲われてなければ。囲われてるなら、ライン切ってんだと思うけど、強靭か人狼に対して。でも、こんな感じじゃなくて、本当に思ったこと言ってそうだけど。9番は、その、占い師について言いたかった人なのかね。恥について全く触れないで。村だったらね、本当に言いたいことがあったっていう。だからもうカットしたって人になるけど。4番さんが、発言します。一番心象よく、思ったん一番さんで、僕、9番さんに関してちょっと違和感を持ってんのはね、9番さんってまあ、占い師の精査をやっていきたいっていうんであれば、その8番さんの言ってることって、俺、違和感でしかないと思ったんね。そこで、9番さんって8番さんの精査っていうのが、なるほど。特段おかしなこと言ってなかったって言ってる9番さんっていうのは、ちょっと違和感に思ったかな。まあ3番さんはちょっとまだ分からんけど、今印象よく聞こえてるのは1番さんかなっていうふうには感じた。はい。ただ2周目、1番さんの発言も聞きたいと思ってます。以上です。5番さんが発言します。3番は何も要素をつかめてない。で、1番に対しては、9番に対して僕は若干辛いなっていうふうに感じました。8番に対して一定数の偽要素を1番視点で拾った。その時に、9番が8番に対して言及しないのはかなり変だ。そうなった時に、強労とか老老とかそういう内訳を考えた時に、本当にそれが見えるのか、どうでもいいんだけどさ、ここまで模索を、考えないのが変。一番目線で、一番が村側だった時に Q の色を知らない人物ですよね。その時に対話姿勢として推理者という考え方に僕はあまり至らなかったし、一番の一等を模索した時に。ただ Q 番に対しては色が測りかねてるんですけど、まあ一旦一番に僕対話を求めるんですけど、Q 番って割とその進行論、思考開示に対して僕は恩を置いた人物やから、一番の思考に寄り添ったとしても、僕は Q はそっち重視や。6番さんが発言します、8番はちょっと矛盾した発言をかなり言ってるなと思いますね。騎士は上手い人は潜伏してください、下手なら出てください。騎士は占いたくないんでしょうね。でも役を少した人は釣りたくないんでしょうね。であれば騎士は出てください、占いたくないのでだけでいいはずなんですよ。それだけでいいなと思ってるんで、すごく偽なんでしょうね、思ってます。はい。でまあ、グレーなんですけども、まあ、プラン審議外しちゃったけど、発言します。決め寄ったのは正しかったんだなと思ってるけど、まあ、どうなの？ 8 番に違和感持ってたからよかったんだな。何かしらの違和感があったからよかったんだな。7番さんが発言します。はい、でも私、占い師じゃないんですよね。8番の対抗って出れた？ちょっとごめん、私聞こえてなかったかもしれん。4番に関して思うことが1点あって、4番さんが一番の印象がいいっていう風に言ってたけど、それはなんでかなって思いました。で、あと5番さんは4番と反対の意見を持っているような気がするから、5番が4番に指摘しないのもちょっと決裁だなと思いながら聞きました。通じてるとか以外ないし、私は8番に関してはそんなに矛盾感じずに、ちゃんとやってる人たちを信じたい、信じたいから取ったから、なんやろ、ほんまそれってやっぱりうまい、なんて言ったらいいんかな、必要ないだろっていうか、その感じ方って人それぞれなんじゃないかなと。白と黒って哀れにひどいから、それぐらいかな。だから私一番の恐怖心なんかなって思いながら聞いてたんよ。私が間違ってるんかもしれへんけど、何せ占いがいいのかな、ごめん。もろバレたからもう言ってきます。ちょっとごめん、聞こえてなかったかもしれへん。ごめんね。だからまあ、ここから見てる人もいると思うから。いや、でも平和村。役は言わないです、もうこれでね。
8番さんが発言します。はい、110秒で使用してください。待ちます。110秒。誰の真似してんの。白くもなんともねえだろうよ。なんだよ、信用取り消しって。まず、はい、占い確定。はい、6番さん、占い確定、平和です。スライドありということは、6番と2番が11。はい、スライドあり村なんですよ。騎士使用します。 OK、 平和村。スラーリ村、 OK、 パン。スラーリ村なんですよ。ってことは8白。あ、そっか、もうこれで出ねえ。あ、自分白出てんのか。地獄でしかねえよ。出る必要なかったか。いや、出て、出る必要ある。いや、平和村なんだから出ていいんでしょ。あ、いや、ダメか、ダメだ、出る必要なかったか。いや、出ていいの。乗っ取られるよ。でも市民使用したん、あの、取り消ししたんだから強人見られる可能性があるから。乗っ取られたらめんどくさいから、出とけ。出なくてもワンチャン噛まれない可能性あったのかな。いや、騎士は出ないと。あ、ちょっとそこはちょっとあの、発言終わってから考えるわ。で、今んとこ怪しいなって思って、まあ、1番さんに対して自分が言いたいのは、自分が言ってたのは、だから自分が言ってるのは単に、だから村、なんか自分が、あの、村人陣営、村ですとか、そういうことを言ってない限り、なんか発言でなんかすかしたとか思っても、だからすかしたとか、そういうことを言わないでほしいって言ってるだけだから、矛盾しないで。騎士出てほしいとか、そういうのとかね。で、3番さんは、まあ、2-1だったら騎士出ろようはないだろうわ。いや、そんなことない。もし自分が占いだったら、あげたけど、あの、2-1だったとしても、その騎士占いたくなくて、どんどんグレーを詰めていきたいって思考だから、全然2-1だとしてもおかしくないよっていうのを言いたい。まあ、でも平和村だから、この場合は騎士出るのが正しいと思った。まあ、でも自分に白が出てるから、ワンチャン潜伏しててもよかったのかな。CO 取り消しのやつで、強人に見られる可能性があったからって思ってけど、まあ出ちゃったから、もう平和村で行きましょう。はい。バレたな。楽しんでやりましょう。これで出ないんだ、狼がと思ったわ、俺。悲しくなってきたわ。9番さんが発言します。まあ、全体的に話を全く聞いてない人たちが多いなと思ってますね。8番の発言聞いてます？8番の初手の発言は、うまい、馬っぽい人は、馬って思ってる人は自身で、狩人を潜伏してくださいっていう文言が最初に付随しているので、潜伏も考慮した上での発言なので、何も矛盾してないですね。はい。まあ、論外かなって思ってますよ、正直。今日ほぼ4番1本でいきます、僕。あ、6番さん、4番1本絶対入れてください、ラン指定に。はい。この人の村家はほぼ僕は測れないから。4番の思考の中で、1番と3番の対比ってどうやってつけたんですか？なんか1番のように村っぽいって言ってるけど、8番の後ろ先である1番に対して村っぽいっていうのが、1番が最初の処刑宅にかからないから1、3対比をかけてないように僕は思えるんだよね。3番の発言ってほぼなぞってるから、色味は測れないけど、そこら辺の発言もないでしょう。1、3対比どうやってかけたか4番発言してもらっていいですかね。まあ、ほぼ4番だと思ってる。で、共感値高いのは7番ですね。1番の8番タッチは変です、確実に。先ほど述べた通り。はい。8番は別に何も間違っていないし、特に9番という人物は、占い精査を重視したい人物であって、占い精査を重視したい人がたくさん多いだろうから、あの発言で、まあ、死んでも言うかもしれない。この場面、8番がね、素村じゃないからいいんだよ、別に。拾い上げてない9番がかなりおかしいわ。まあ、起戦になるけど、精査してないですよ、この人は。で、その時に8番が1番白を持ってて、太鼓が出た時に、まあ、1番白をもらいたい。要は占いを吸収したい人物には見えるかなと思います。はい。なので1番強人の視点は7番と合ってるかなって思いました。ただし8番の1番白が取り下げられたことから狼ももちろんあると思う。ただ7番の位置で8番一角状態下での発言としては7番に共感値が高いなと思いました。ぐらいかな。5番に対しては特に言うことない。今日はほぼ4番一方ですね。まあ3番とかもぶっちゃけ1番もまあ論外ですね。はい。8番の発言をちゃんと聞けてないし思考を噛み砕けてないです。1番さんが発言します。まあ、今日9釣りでいいかなと思ってますかね。あんまりの不平等な精査したから9が4一本指定するって言ったときに4指定で1-3の対比にかけたときになぜ差が出るのかと言ってるが、じゃあ3番が、ね、1番に対してはうんと言いつつも
3番って9番に対してなんで8にね触れないのかって、3番は9番にいた人物、そうだよね9番さんで、3番ってでも1って本当にそう思ったんじゃないか、これ2番がこれ1番の主観なのかなとは言ってたが、3番はまあ1が本当に思ったんじゃないかって言った時に、9視点で4だけ飲めずね、3番はまあ許すと、で1番も許すと、おかしくない？4が一番おかしいと思っているが、1番3番の1番発言聞いた上で考えるレベルじゃないの、9視点で。違う？俺は間違ってないと思ってる。8番だって実際占いじゃないじゃん。占いだったら占い感拾うから。まあ8偽だなと思った。8がどんな言ったところで、試してさて、1番8の願いっていうのは、ね、騎士を占いたくないですよっていう思考をね、思考を前面に吐き出した上で言ってるから。うまければうんぬんっていうのはさ、それは枕言葉でしょ、カリドに対して。で、その感情を拾ってるときに、え、潜伏をすかすすかなさないとか必要ない会話なんだよ、マジで。だったら8番がどういう人狼をね、ふうに見つけますかとかとかっていう思考開示の方が大事だと思ってるから、9番がね、それ飲めない。9番はそれは正しいと思ってるかもしれないけど、俺は自主点でそう思って発言してるの。だ、精査する気がないって俺に対して言うんであれば、9番をするしかない。9番も4番、3番の対比がおかしいし、7番が共感して、ね、共感値覚えるって7評価してるけど、じゃあ5番は何ですか？5番が1番に対して1番は9番に対話してじゃないんじゃないかって言った時に、9番って5も共感覚えませんでしたか、9番さん。2番さんが発言します。どうやろう、俺が今ここでランテージは上げん方がいいと思う。うん、なぜなら、まあ、多分 6の方がランテージ上げた方がいい。あの、後ろやから上げた方がいいような気がする。まあ、変えたかったら変えて、変えて、とりあえず。一応上げとくわ。一応上げとく。一応入れたいなと思ってる。9はね、まあ、1も9も、まあ、スリーチ上げてるっちゃ上げてるけども、まあ、9に関してはなんかあの他も触れてたかな、 3も5も3と5はなんか論外とか言ってたけど、7に関して触れてないのちょっと気になったけどねぐらいかな。ただ1の方が 9だけにベタ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 触れすぎって感じだから、どっちかっていうとなんか1落としたいかなとは思ってる。どっちかというと、なんか、この平和村って思考を隠すというか、まあ、LINE あんま見せようにするのが、なんか そんな感じがあるんよね、多分。平和村って言ったら、多分。が1番かな、落とすとしたら。まあ、6が1占いたいとか言うんやったら、あの、1番のランテージ外してもいいけど、俺は任せる、6番さんに。うん。の方がいいような気がするよね。まあ、7はね、俺、狼ないと思ってる。7が狼やったら出るよね、普通に多分。あなたの発言です。はい。7番がまあニート狂人とか人狼じゃないかね。ニート人狼じゃないかね。白の可能性がその9番手なんであるとすれば、9145二郎構成ですけど、91ってもう見えないレベルなんで、91ランをするか、45ランなんですよ。絶対僕視点は。7番一応仮の白置きをすれば。はい。場面のお話すると。91ランっていうか、もう6回91に占い飛ばしたらいいんじゃないかなと思いますよ。4番か5番っつって。うん。そして9番1番の色味してやれば、要するに91にローがいるか45にローがいるかなんですよ。うん。まあ、だから91ムラムラ45ローローもあるけど、うん。91に1人、45に1人だと思うんですよ。で、気になるのは4番の地味師匠って何なのかなっていう。聞いたことないんですよ。西洋とか平和村で。役でないのになぜ出てくんだっていう。
設定上、狂人だろうが人狼だろうが市民のふりするわけで、市民仕様って何の意味があったんだろう。意味わかんないですよ。蜂の話に突っ込んどいておいて、自分が市民すかすんですかって話から始まるんですよ。1名と整合性取れないじゃないですか。1番に乗っかって8番取られてる人が、2-1になるかもしれない、3-1になるかもしれないのに、いきなり市民仕様ってまず何なのかっていう。まあ、9-1-4-5どちらかに1浪1浪ずついて、7白なんじゃないかってイメージすれば、9-1ランでやるよりは、4-5の方、特に私からすればわけわかんない4番を釣って、9-1の方に色つけたらいいんじゃないかなって思ってたりしますけども。はい。それとも9-1ランして、4-5の動きを見るか。7は一応発言聞かなきゃいけないけど。うん。思いますけど、心配なら9-1に色つけたらいいと思いますけども。4番するべきだと思いますけども、8番に突っ込んでおいて市民しようって意味わかんないんですけど、うん。ディスカスのに違和感持ってる人が、はい。4番さんが発言します。ね、3番さんに関してちょっと言わせてもらいますね。8番さんが2周目を段階において、一角してる段階やったよね。で、秒数数えとったけど、俺目線っていうのは騎士がどっかにおんのよ。やった場合って、8番さんって出てきてほしいって言ってる人物だったんよ。だから僕、市民使用したんやけど。これ、おかしいかな？おかしいんやったら、マジでごめんなさいとしか言いようがない。あと、9番さんね、ちょっと、捏造が入っとって、僕、1番さんに関して、村置きはしてないからね。僕、1番さんに関しては、心象がよく見えている。ただ、2周目の発言も、聞いて1番さんに関しては判断するっていう発言を残してるから、9番さんが、僕に関して1番さんをなる村置きしてるっていう発言っていうのはちょっと熱動が入ってんかなっていうには感じてるかな。で、3番さんって1周目の8番さんの発言を聞いたときに、なる占いたくないから出てきてほしいっていう発言を残してんのよね。で、2周目になったときに8番さんって、まあ、6番さんが出てくるまでは一画しとったわけやんか。で、8番さんの発言から、こんな平和村作って何が楽しいの？これ、狂人で言ってるんじゃないよ。これ、村でも同じことだけど。こんなおもんない展開作ってどうしたいのかなと思うんだけど。勝つことにこだわりすぎてんだよ。楽しむことにこだわったら。あれね、次1は、3番さんのさっきの発言7とか釣れたら最高だけど、俺して7番って言うわけにいかないやん、もうどうせエンド1で3するって言われたらめんどくせえし、もう、まあ、聞き間違いかどうか知らんけど、その1番さんをもらう気っていうのも7のかもしれないけど、言ったらどうせエンド1でもう3番するって言われたらな、ただ1番さんが狼めんどくさいからもう僕は怖いから出まかせ言ってるけど、7釣りたいよ、盤面的に。5番さんはちょっとちょっと声が通らへんかちょっとわからんかな。7番さん声が、ただ俺はちょっと溺れがちだけど、6番は声が通るけどね。5番の人も一応聞けるよ。ちょっと低音かもしれないけど。5番さんが発言します。割と2番に近い思考は持ってますね。で、4番さんに言っとくと、2番とか盤面囲われてたかもしんねえから1番行きたくねえんだよ。俺は発言はあれだけど行きたくねえんだよ。こういうふうに4番が感じるのは僕は理解なんですけど、自主点に向けられた精査で9番の色を測るのではなくて、まあ、それで仮に測ったとして9番が今どう見えているかの視点を4番が述べるべきだと僕は感じましたし、1番に乗っからなかった理由、まあ、僕はそこからもう一歩踏み込んだ精査を4番さんはしてほしいというふうに感じました。9番に対してね、9番さんは、まず、8番に対しての組み取りがそもそも論外だ。共感値が7番に高く、5番は特に何も言うことがない。他の人は8番に対する組み取りがそもそもおかしいって言ってるから、4番さんが、そこで市民使用した理というのが、ね、困るのよ。本当に4番が素で市民仕様を取ることにかけて私は4番つりをしてるだけの4番さんが騎士用したりっていうのをあとは分かんない話すんでしたら、それで、そちらから、9番に対しての単体精査を述べるべきと感じました。7番さんに対してアンサーしておくと、僕は
聞いてたのもらったら分かると思うんですけど、4番さんに一定数気になったとしても、9番、1番を軸にして、僕は対話っていうのを大事にしたい人物っていうふうに捉えられなかったですかね。で最も対話を求められる人物で、そこの色味っていうのを最も2周目測れる人物だと思って、9番、1番に対しての対話を測ろうとした人物、5番は。だから、まずは黒から見つけていくではなくて、対話姿勢でそこから推理を伸ばそうとした人物が5番やから、7番さんが4番気にならなかったのかな、理解やって。6番さんが発言します。管理職。5番さんの言ってることが全然わかんない。まあ、4番さんがなんで志村氏をしたのかっていうのは確かにね、3番さんが普通の人間の思考で、どちらかというと、一番としたい姿勢が志村氏だからね。ただ一番ばっかりに集中してしまうとラインが見えないから、一番4番のランをかけたいと思ってますね。で、占い師はまだ言わないですね。1番の視点で9番に対して変だと言って、9番は1番をランテージに上げず、4番を1本で上げてるんですよ。それに対して9番を釣りに行ってる、9番1番狼もあるかもしれないし、1番4番狼のストレートなつなぎっていうのもあるのかなと思ってて、どちらかというと4番って3番と9番で、1番と7番の狼があるかもしれないで終わってるから、なんかこう明確な釣り位置を上げてないんだよね。9番は4番、1番は9番、4番はファーッと清掃してあげてないみたいな人だったから、1番4番の欄をかけて、自分は1番さん今日釣ってしまった方がいいかなと思ってます。これは8番が1番白出して平和村作ってるから、釣らなかったら占うしかない位置なんです。だから釣っちゃいたいかなと思ってる。で、これで9番だけに視点が向く、一番が変ですね。精査がすごく狭いなと思ってるんですよ。強靭視点、言いたくなかった。9番だけで、4番1本で上げたから9番を釣ってる1番の発言でしかなかったなと思ってます。5番さん、ちょっと分かんないな。なんかね、接続状況が悪い人っていうイメージ。で、3番さんが人間に見えました。そのくらいかな。バレました。はい。市民視聴者何ですか、本当に思ってる。盤面ローなんじゃないかって。だって、霊媒出て、まず占い出る前に市民視聴者で、こんな人いるかと思うんだけど。だから出任せで4番市民 CEO って、素でやってんじゃねえかと思って、強引に4番釣りをしてるだけの方が強心です。7番さんが発言します。はい、まあこの平和村になったのは、一番が何かし強靭または狼で囲われて平和村になったのか、でも、4番は一村ならね、私にんまりなんだけど言ってた、ね、で、その新生姜っていうのは4番占い師かと思ってんけど、違うんやなって思いました。一瞬目ね、なぜ言わなかったかっつったら、もし偽の占い師が4番にしろったらお得かなって思って、してんけど、4番は占いじゃないんやなって思いながら聞いていました。9番の発言が、私はもうすごいなんか評価書されてるのか知らんけど、9番に色つけてほしいな、私からしたらね。9番さんが、狼やったらそれはそれでね、1番って釣れないなって思いながら考えていて、9番が白やった場合って1番の視点更新が聞きたかったかなぐらいに思っていました。じゃあ1番ぐらいやったら、まあちょっと考えて入れたいと思うけど、4番が1番から評価集している可能性はなくはないなっていうふうに思ったりもしてるのよ。1周目から心象が良くなるっていう言葉って、普通のスムラで出てくるような言葉じゃなくって、占い師やったらね、1番さんが8番の偽を見破って心象がいいって言うんであればわかるけれども、4番の口から、人間の口から心象がいいなんていう言葉を果たして出せるのかって思ったら、私一音朗朗には見えないかなって思っています。それぐらいかな今のところね。9番に色をつけてもらいたいなって思っている。私は9番と目線が合うっていうか、すごく印象がいいから、9番が狼だったら縄をかけられないっていうくらい、それぐらいです。4級の身内切りとかはないよね。7番が縄れたらめんどくせえな。1番から評価収し、1番が9番をしばき、9番がその1番をするし、4番を処刑する、その行為って、なんかここに二郎いるように思ったりをするかな。どっかから評価収してる感じがする。だってこんなやらかしてる村に決まってんじゃん。4番って普通に考えて4釣りしかしねえよ。投票してください。
アバターをタップして選択できます。でも市民信用ってしない方がいいに決まってんじゃん。もう市民信用って本当はね、まあ、村人信用って交差チャットよ。だって役じゃないんだもん。初通プレイヤーってさ、初通から始めたやつってね、村人信用がね、役信用だと思ってんの。役職なん。投票を終了しました。役職信用だから4番、あ、市民は役じゃない。追放されるのは1番さんです。嫌な予感がしてたんだけど、おお、もう嫌な予感。1番さんが発言します。もう1番が悪い。はい、今怪しいと言われてる中で俺の相方っていますか。9番が7番を評価してる状況で1番が9番を殴る構図って必要はないですよね。1番4番で4番派生で8番が1囲われてる状態で、4番って真のね占い師がどっかにいると分かってる状態で一応心象位っていう必要あります？ないですよね。で3番っていうのは1945216どっちかいると、どっちにしろ1番って色を当てるかするっていう話を3番してるんですよ。31なくないですか。5番って2番にすり寄ってますか。5視点で対話対話って言うんですけど、釣り位置明確に明示してくださいよ。理由だけ述べてコース述べて最終的にどこ行きますって一生じしない5番してるのおかしいですかね。わかります？もう言葉でねえよ、もう。で仮に9番が狼だった時に休養もないんですよ。7だったらもう、わかります？9番が全体の流れの発言ね、議論が進んでる中で、9番って別に。ですよ。だけど、9番、4番でわざわざ9番、4番するってないんです。実時点で19ってなくて、ちょっと5番がはっきり言わないんですけど、95とかあります。だから9番、オオカミの時の相方も95しかないなと思ってますかね。はい。9視点で7番の発言から9の場合は7の評価値してる。で、仮に7番がオオカミなんて来て、7番っていうのは一緒、9番から当てることで9番をそのまま白置きしてることから、俺がこれだけ9番釣りをしていて、でもってかつ1番、4まで迷うっていう状態だったら、7オオカミの時に9の相方はないですね。はい。で5番も7番にして向けようとしてると人物なんで、7番狼的に7号はない。うん。もちろん分からないよ。分かってない。別に9番がね、黒かどうかも知らないですけど、まあ、9番狼だったら、ほぼ9号かなと思ってるかな。ぐらいですかね。はい。スラ内心に芯がないときは、まあ、スラ警戒した方がいいけど、夜になりました。そのままお待ちください。つまんないゲームして勝って何が楽しいんだろう。まあやりたかったら止めはしないけど、面白くないゲームだと思うけど、あんまりプライドしない方がいいよ。あ、俺はやんないよ、おもんないから。負けても何もしないで人狼見つけたいから、そんだけ。ああ、誰だわ。もうほんと、もういいんじゃない。そのままお待ちください。一日の手当てほしいわ。もうで1黒の日やった場面で、ね、でも発言はし、発言はどうじゃなさそうなんだけど、でもどうの可能性な場面にはもうあるんだよね。まあいいんじゃない、勝手にしてくれ。もう昨夜襲撃された人はいませんでした。ね、もう2番が色見せられんの。8番さんが発言します。はあ、はい、結果ください。2番さん、中の2番が、はい、あ、合ってた、よかったね。はい、お疲れ様です。ゲーム終了、はいはい、あのなんで2番さん俺守ったかっていうと、あ、黒1番ワンチャン釣れたな、なんか1番で黒釣れたなって思ったから、この場はなんか6番紙じゃなくて、6番紙っていうか、まあ6番紙入ったら俺先輩なんだけど、6番守んなくて、6番紙入ったらすぐ自分先輩なんですけど、でも1番釣った時に、あ、黒釣れたな、1番釣った時黒釣れたなって自分の中で思ったんですよ。そうした時に1番の黒結果を見せたくないんじゃないかなって自分思ったんですよね。だから2番5へ行きました。まあ6番噛まれたら大先輩なんだけど自分、でも1番釣って黒釣れたなってなんか思ったから2番守りに行きました。6番さん ごめんね、これなんかすげえ変態なことやってっから、ほんと6紙入ったら自分先輩大先輩なんだけど、ほんとごめん。でも1で黒釣れたなって思ったから、
に守りました。色結果、ね、見せたくないんだね。自分髪じゃなくて2番髪いくんじゃないかなと思って、色結果見せたい、見せたくないっていう感じの思考が働いて、これで、うん、ちょっとこのこれ大先輩コードだったら終わった後指摘して、はい、4番釣り行きます。面白くもなんともねえよな。4番釣りに行きます。9番さんが発言します。まあいい仕事じゃないですか。はい、いいと思いますよ。全然先般でもなんでもないです。はい、まあ6噛まれてたらね、おいっつって言うけど噛まれてないんで、はい、7処刑でいいと思います。はい、7処刑。まあ1番は黒出てるからいいとして、7つって5つればもう終わるんじゃないかな。7つって5つって最終943択でも4つればを、まあ3、まあ34は分からんな。でも4番、43はちょっと、今からちょっと精査するけど、まあ7番はまず1番に入れられてないのと、ぬかみが入ってることから、1番に入れられてない7番を処刑します。はい。5番は多分人外なんですよ。ただ、まあ5番から処刑してもいいかな。5番から処刑でいいやん。5番から処刑の、まあ、僕、白持ってるんで、7色付けでいいや。5番処刑の7色付けで、勝ちじゃないですか。僕、スムラなんで、5処刑7色付け、7強人の視点は多分、7強人あんのかな。4番のね、昨日の精査は、微妙だったんですけど、俺はね、4番1本にする気がなくなって、むしろ6番が1番をちゃんと入れてくれた、1番を提唱してくれたから、1番処刑しました。はい、まあ1番はもう陣外決め打ってたんですけど、まあぶっちゃけ狼で落ちるのかあんま分かんなかったけどね。はい、まあ1番ラインがあるというか、ぶっちゃけ4番の昨日の思考で、17もあるかもねっていうのが、割と村に見えたかなって。A1 の中でさ、こんな8番が入る状態でさ、これ4番の弱さ。全幅してるどうなんか何考えてんだろうっていうのが、囲われた可能性があるんだわ。ちなみに、俺が4番に聞いて、だから俺興味ながら増えないの。あ、村 ?1 番釣りするよ。盤面あるから。言わなかった理由強人だから。まあ、ほぼ曲げるから適当にやろう。適当にやる。まあ、運が悪かったっていう。2番、まあ、さんが、俺はおもろい。俺はプレイヤーとしてはおもんないと思うけど、8番プレイヤー。まあ、いいんじゃない？違ってよかったですね。はい。八幡さんも喋り終わってるからあれなんですけど、多分理解してくださってるとは思うんですけども、6番さん、今日、9白です。はい。多分八幡さん、そのまま多分4番黒田って最初に6が打ってて、多分そのまま4いきます言うてるけど、まあ、それとも普通に4が怪しいから行くって言ってるのかな、分からんけど。今日はね、出てないんですよ。取り消しをしたんですよ、6番さん。そう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 。うん。はい。今日俺落としたいのは7番さんじゃなくて、俺3番さん落としたいんですよ。まあ、なぜか言うと、まず9、3番さんって9121路、どっちかに一郎、四五で一郎って言って、まあ言ってるは言ってるんですけども、そういう精査をしてるはしてるんですけど、どっちが人狼かっていう、まあ、そこまで落としてないっていうのが、まあ、結局つながるんじゃないのかなと俺思ってる。まああと どこから目線で話してるのか、まあ結局一番に行けていないっていうのもあるんですけど、うん、まあ、7が人狼やったらね、なんかそんな わざとらしいことせんと思うんですよ。なんかわざとらしい感じだったんですよ。あの1周目。占い把握漏れ してないですかね。潜伏占いおるんですかねとか、なんかわざとらしかったような、声色精査からしてね。はい、以上。あなたの発言です。はい、4番いきますよ。これって強人とかがいた場合に厄介なんで、うん、
要するに、牢を見つけるか、村占いで終わりなんで。9番が村主張するんだったら3占いでも4コーナーの釣り切りで終わり。4番一応強人もあるから。1-4 で、初週の発言で1番を、1-9で1番の方を白置きしてたりするから。だから、強牢があるんで4釣りですよ。うん。それがなければもう勝ちなんで。うん。強人占いだけが一番やばいんですよ。牢と村占いは OK なんですよ。それで勝ちの盤面だから。だから4釣り。その後、まあ5-7に色つけて、4で終わんなかった場合5-7色つけて、白だったら余った人を釣る。黒だったらその人を釣って終わり。そうですね。はい。9番村を置いて、普通にまあ3村だと思ったら3番占えば終わりです。はい。ですが、まあいいです。5-7は、まあ占ってほしいのは5-7ですけども、4釣った後に。はい。まあ、一応4と1のつながりがあるっていうことですから、4番に行きたいなと思ってますよ。普通に、あ、私別に4番するって言ってる通りですよ。うん、1と4だったら1番の方にあまり僕は分かんなかったんで。あと、9と1の発言聞いて、同じの同時に見えます？ローローに見えてます？あれ。ライン切りとかで見えてるんですか？ 2 番に行きたいよって、いないし。うん。9と1はローローで、4-5-7村っていう精査の方が良かったんですか？うん、普通に考えて9と1、どちらかにローがいる、まあ白白って考えるよりはどちらかにローがいて、まあただ7番は一応盤面上白で置いた場合の話で、普通に9、1ローローで見てる方がおかしいわけだから、9か1に1ロー置いて4か1に1ローいるっていう視点の方が普通の視点じゃないですか。あの時点では。はい。なので、それがなんか見えてたと言われても普通の視点だと思いますけどもね、4いきます。4番さんが発言します。3番さん、僕一番さんも村置きして白置きなんてしてないんよ。ただ僕一番さんで黒結果出てんやったら、俺あんまり3番さんの狼ってないんちゃうかなと俺感じてんやけどね。だってさ、3の視点において4っていうのが、仮に1-3ローローやった場合ね、4っていう人物が1番3を白く見ているっていう思考を持ってんのね、3が狼やった場合って。ここでわざわざ俺釣りって一体するんかなって思ってんねんけどな。まあまあ、みんなが、まあ、1番3、誰からやん。1がおかしい。あ、9番さんからやったっけ？な、な、3の視点においてさ、俺の言いたいことわかるかな？だから俺、5か7のどっちかおるんちゃうかなと思ってんねんけど。一周目7番さんって、4に関して、一番さんに関しての心象が良かった理由がはっきりと分からんかったっていう発言をしてるから、そういった観念って、まあ、1-7っていうのも十分あると思ってるし、まあ、一周目の段階において、まあ、8番さんが占い師で、まあ、一番さん認証結果出してる中においてさ、なるほど、潜伏おるんじゃねえのって言ってる発言って、多分、8が偽で1囲われてるから、そういう発言になったんちゃうかなって。思ったんだけどね。で、何やったっけ、心象よく見えてるっていう発言。え、普通の市民はしない。お、僕普通にしてますけど、今。してたんやけど。俺、ちょっと。5番さんが発言します。はい。4番さんの言ってることは分かんないですけど、4番さんはマックス強人なんで、スムラやったときしっかり視点更新しましょうか。はい。4をこの村で基本的に僕続きがなくて、間違ってたら申し訳ないけど、結構強人に9番が見えてます。6番さんが1番4番を提唱してくれたんで1番行きました。今筆頭で追っているのが7番。ただ今日は5番落として、1番4番で4番に疑っている視点を強く持っていた。1番が、4番が先に払拭されていることがそもそも不快ですね。
はい。不可解って言ったわけか。ごめんなさい。6番がこの後どこを占うかもわからない。つまり4番を睨む視点がある。4番が狂人かもわからないにもかかわらず、4番は払拭されているわけじゃない。その予想を掴んでいるわけでもない。5の黒い予想を単品掴んでいるわけでもない。にもかかわらず、はい、17の方を本線で見ていて、5落としで、14を提唱した6番を評価し、4番放置。3番に対しての、はい、なんか3番をすごく、1、3を強く睨んでいて、3番を残したいっていう狂人像に僕は見えてます。白もらっていて、すごく失速して、あぐらかいているように僕は感じました。はい、そもそも、霊媒が噛まれていることからっていうところから僕、違和感です。医師が噛まれていようが、占いがレンガになろうが、変わんないですね、そんなもの。一番四番だったら、どちらから冷たいっていう思考を持ったとしても、村側だったときは一定数は僕は理解するんで。ただ、一番は僕は狂人かなと思って食ったんですよ。一番に色当てて欲しくないと思ったから。本当も色当てて欲しくないところが一番やったんです、それだけど。6番さんが発言します。今日5番釣りますね。霊能さんにちょっと逆らって申し訳ないんだけども、うん、じゃあもう5番釣ろう、うるさいから2番さんの狼は私は追ってないし、4番さんがもしラスだった場合って、うん、こんなことしないと思うよね。番う1番囲われて市民仕様でしょ。4番釣らないし、ヒロちゃんスーパースターアシストしても、そもそものこの市民仕様は多分なんかこの人のなんかちょっと一旦置いとこう。4番さん今日5番釣ります。これ1番の遺言からなんだけども、9番5番かなって言ったんだよね。多分ね、遺言で相方含めると思うから5番、9番白結果なので、5番4番っていうアシストしたのに4番釣らねえってわけわかんないと思ったんだけど、このアプリの使いづらさに参りましたね。めっちゃね語り入れようと思ったんですけどね、自分でなんかね、むしろ使いやすいだろう。自分でやらかしたなとか思っててね、取り消しの仕方が分かんなくて、ごちゃ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 やってて、取り消せば取り消しでなってる。全然1番さんの色とか見てないよね。で、4番さん黒打ったんだけど、いや、これ、ダメだと思って、やめました。はい、9番さん白結果、今日5番釣りまして、私守られるんですよ。当たらないんですよ。ね、2番がレンガされていくのかなと思うんで、2番が連鎖されるっていうか、まあね、もう2番の色いらないよ。けど今日5番から釣りますね。2番好きな方噛むだろ。あの5番が絶対白髪やと思うんだよな、投票からも発言からも。4番アシストしたのに、あれほどアシストしても。何 ?3 番 ?1 位投票してるやついいんだろ。5番だよ、もう許せねえだろ。7番と4番だったら勝たせるわよ。釣らないですか。5番がもうローだった場合に、俺も、ね、もう怒り浸透だからもう、うん。何ライン切ってんだって話だし。行き場がないしたら7番さんの。4番は1番、4番のランだから4番はいい。7番も1、7だったらまだ分かる。まだもう1枚色落とせるんで。5番がローだったら私は怒り浸透だからもう。5番行ってもらえないですか。4番さん議論で釣れると思うから。5番だったらもう申し訳ないけど負けてほしい。そうで3番さんの。っていうか普通に言うので5番ないと思うけど、考えすぎだろ6番さんっていう話だけど、まあいいよ、5番釣ります。なんか人間っぽいと思って。ここでライン切ってるようなレベルじゃ無理、勝てない。どうだろうね、ここはもう絶対4番釣らなきゃダメな盤面だった。今日5落としします、お願いします。はい、5番落とします。4番もやるなら5番落とします。7番6番の言うこと聞いて3番占いしかもう貸し筋がないの。最初41ローロー、あーごめん、あまあ私最初41ローローかなって思ってたんよ。なんかねこの9番白結果を見たときに、何やったっけ、4番が初日一番の印象がいい。こんな盤面で一番投票してるよ、じゃ5番に言うけどダメよ。9番が4番へ行くって言って、1番が9番を行って、1位は残さなきゃダメなのよ。ローロー、もしくは5番が4番のことを強人と、勝手に5番が人狼の説言ってけど、5番だったらもうライン切りだから、もう5番が悪いよ、これも。5番、強人視点イライラするのは5番だから5番行く。もう負けてもいい。5番行って終わりやと思ってます。だから4番7番まだ許せんの、5番だけの1のライン切りっても1釣られる可能性があった表読みだったのに、そこでも1行った瞬間私のもうあの5番がもう1回占いを飛ばせる状況の中で、
4番がこれだけ言われて強靭使用していないことから9番がほぼ強靭だと思っていて、相方に関して全部言ったけど9、3、4、5、終わりかなって思ってるし、終わらなかったら4番釣りでいいと思っています。まあそんなん言われたら全部なんか肺の人外から確かに票が来そうなんだけど、1番に入れられてない分際で何を言ってんだとか思われそうなんやけど、だって4番が1番から票回収してる、もう1がライン切りするべきじゃないってもって5番が人狼の説で言ってるけど、うん、いやもう5番振動だったらもう5番釣りたいぐらいの勢いまでイライラしてる教員だから、まあ、もう7と4はまだ分かる、4番をなんか振動でも致し方ない、5番の振動だったらもう私はもう早くもう釣って負けたいぐらいのレベル、怒り浸透、表読みで1番流れに決まってんだろ、盤面でやばいだろ、268が流れんだろ間違いなく、3票4番をかばっているかどっちかと思ってます、3票って8番は流れなかったけど、それぐらいかな、26から2票以上はもらうから確実に、言えること9番からもらうから3票もらうのよ、の人外使用やと思ってる、絶対1に行っちゃいけないっていう、けど普通に考えて5番だったら本当何考えてるんだろう、投票してください、アバターをタップして選択できます、いや別に7番4番のあれ見てるとかじゃなくて、まあもうどうせ曲げるからもう票読みしないで1番に投票して、一番罪が重いのは5番だと思う、人狼だったら個人視点もだから5番するっていう村だと思ってんじゃなくて、どうせ負けんだったらもう私の怒りの投票をね、意思示すは5番投票さならっていう、追放されるのは5番さんです、5番さんが普通そうだよ、発言します、5番つってる例の占い師がやべえっていう、特に6番は広すぎる、5番釣ってる霊能がマジで占い師がアサスって感じ、5釣りなんか絶対ねえだろうっていう、どう考えても7か3じゃん、普通に見たら17がある可能性があったんだよ、少なくともあなたよりはおしゃべりができる僕からのラストアドバイスじゃ語ることがない、1番ってね、いろんな人に誰か繋いだけど、どうしてもな、ダメやったらもう4番あれや、メラキアで占っとき、俺の言うことが危険っていうんやったら7占いだけはしない、3占いしろよ、もう知らんで、さよなら、3占いしねえしよ、ほんとよ、マジで夜になりました、マジか、見て2番の3番占いで、これもう3ぐらいないしかもう勝ち筋ないの、俺の強靭占った時だけ勝ち筋あるの、唯一4か7に飛んだら負け、これ確定なの、うん、4か7は負けなんですよ、もう負けない、どっちでも3番だけ唯一勝ち筋あるんですよ、そのままお待ちください、4、7飛んだら終わりです、強靭に占いだけです、唯一勝てるの、唯一の勝ち筋それ、この盤面だと昨夜襲撃されたのは3占いのみ勝ち、それ以外負けです、もう試合終了、3番飛ばなかったら負けです、あなたの発言です、はい、7釣ります、はい、4番さんが発言します、いやー、初週でちょっと思ったよね。一難があるんじゃないかなって。巨人、いや、語り入れてるかもしれないけど。で、だから知らないふりして、三四郎かもしれないが。人外使用してるって、どういう、どんな発言で人外使用してるのか僕にちょっとわからなかったから。もう3番占い飛ばない時点でもう無理。さしてもらいました。以上です。疲れるよな。6番さんが発言します。ごめんなさいね、ごめんなさい、ごめんなさいね、なんかね聞き取りづらかったのだけどね、私ね1番は9番に辛いなって言ったのは、9番軸にして1番とライン切ってる1号狼がすごく見えちゃったのよ、それでね5番さんかなと思ったんだけど7番さん黒だったわ、勝ち確なんで申し訳ない、許してください、5番さん強靭だったらごめんなさいですけど、ね、ごめんなさいっていうか、まあ3ぐらい飛ばせよ、まあ、どっちにしても人外が釣れてるだけの話ですかねってくらいなんで、仕事したけどさ、自分タップすれば味わみたいな偽占いがいたらスライド警戒でもう出とけよ、まず回しますけど時短で感想戦やった方が、感想戦も5分しかないからね、
7番さんが。しかも、ドーン進行を秒数指定してるやつなんかスライドの可能性があるから、もう。うん。まあ、8番さんありがとう。なんでわざわざ秒数指定すんだよ、まず。意味ねえだろ、2例が出てる状態で。秒数指定する、ね、つまり、スライドの可能性があるんだよ。自分が占い師なのに。怪しい発言。3番さん狂人かな ?4 番さん狂人じゃないですか。もう狂人使用してもらってもいい？ダメ？あ、まあいいや、答えもわかるもんね。ね、8番さんが今日は今回は MVP を私送らせていただきますね。1番囲いして平和村作られて。で、7番さんの発言ってあれやったよね。潜伏占い師なんかなってことは一心が出てくるのが。分かる人なんだなと思って5番で釣れなかったら7しかないと思って7番占いしましたね。はい、申し訳ないです。7番さんが発言します。6番さん狂人ですか。私狼じゃないんで結果語りやめてください。真の占い師さんあったら。私狼じゃないっすよ。マジで違うってほんまに。まあ7つって4ローにかけよう。多分狂人8番さんが発言します。あ、これ出さないよ俺。はい、7番で終わります。7番で終わらない場合に4番がいただべき場合に7番さんが無理しました。これは無理。試合終了、敗北しました。9番が狂人って分かってたんや。